シオン！待て！様子がおかしい。シオン、無事か？助けに来たぞ。もう大丈夫だ。私は一人。クロエ、助けて。いや。シオン。嘘。耳を塞いで。俺が触れるのを拒んだから。そうだろ、シオン。お前は一人じゃない。ローもリンウェルもいる。キサラもティオハリムも俺も。
んでいる場合じゃないな。終わらせましょう。もう一度あなたに託すわ。行こう、決着をつけよう。私がいない間何を。ずっと会いたかった、アルフェン。でもそのせいであなたが。シオンの心に触れることができたんだ。安いもんさ、この痛み。なんならご褒美と言ったっていい。何それ、痛すぎてどうかしちゃったんじゃないの。ひどいな。なんか二人ともちょっと。やっと会えたんだから嬉しくて当然じゃねえの。そうなんだけど、別にいいんだけど。それぞれに合ったあり方がある。これはこれで良きかな。多少は周りの目を意識してほしいですが。それにしてもシオンのこと、一時はどうなるかと思ったぜ。でもよかったよ本当。アルフェンもだが、シオンは大丈夫か。おかしなことはされなかったか。あれから何も覚えていないの。あの時アルフェンに痛みが戻った時、昔を思い出した。誰もが私に怯えていた頃、それで暗闇が湧き上がって私を包んで、私は何も見えなくなって一人ぼっちで。シオン。大丈夫だ、もう大丈夫だ。俺たちはここにいる。もう一人にはしない。ありがとう。ボルランのこの衛兵、見張りというより待ち構えているという感じだな。ここからは自分の力で押し通れということかな。ならさっさと終わらせようぜ。待て、作戦を。ローに難しいこと言ったって意味ないよ。行こう。お前たちの盲目的な忠誠、奴隷と何が違うというのだ。ボルラーンに誉れあり。無駄だ、意志があるようでない。外のダナシンたちと同じだ。ダイボルランで貴様やらせない。私が妨害を頼む。
兵士も皆正しいことをしていると信じきっている。うん、勝ったのにすっきりしないよ。私は忠節そのものは讃うべきものだと思ってきた。しかしこれは使える主君の問題なのか、それとも忠節それ自体が間違っているのだろうか。自ら考えるのをやめた時が間違いの始まりなのかもしれない。ならボルラン王を倒せば自分で考えるようになるのか。いや、今問うべきことではないな。まずはボルラン王を倒さなければ。無作法やすぎるな。絡め取る。決めてやる。光の影響貫け。いないから。術を使う石の場所だろ。見て、氷の槍が空を飛ぶやつ。私ならないけど切り開く。はっ、炎症かい。さっさと片付けましょう。ボルルーに止まれ。大地を元に立ち止まって。下水の肩のやつは任せとけ。氷のやつ。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。分かった。さたせ。エンゼッタ。この日の止まる。落ちる地学人。今日エンジャル。エンジャル。今日エンジャル。今日エンジャル。落ちる地学人。エンジャル。大地を元に一度待つ。水の精鋭。お怒りの拳を受けてみな。やれるぞ。応酬上発の一歩くらい。応酬自覚人。連打だ。任せとまえ。私なら落とせるわ。自由にも限りはあるのよ。いけるぞ。ヒューハイム。ホーハー。私確実についてる。なんか機嫌いいな。ねえ、ここさっきも通らなかった。そんなはずは。いえ、そうかも。自信なくなってきたわ。同じような作りが延々と迷子になりそうだ。氷の槍よ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 。
一のもとに任せたまえ。どこだ次報酬に逃げられるわ。許してくだはずじゃないわ。はぁ、あ、打ち抜いてやろうか。はい、レンガルこっちもやっと鮮やかよう、レンガルレンガルくだっ何に沈みなさい。どこだレンガル次報酬に逃げられるはっ笑い次相手は任せろ。打ち砕く。危ない。切り開く。はっ。炎症。はい。私が止めるよ。ラビア、倒れろ。打ち砕く。打ち抜いてやろう。やる。俺の真骨頂。ラビサスレギオ。どこだ。危ない。危ない。絡めとる。決めたい。ジェネシック、
そこまでだ。レイダだ。あれ決めてやる。やれるぞ。手を入れ。ひとまず一匹片付いたか。これでなんとかなりそうですね。行けるぞ。炎よ、仲間を奪ったな。水の精霊力。状況は圧倒的に劣勢か。立て直すべき。これでいい。落ち着いて対処。待て。様子を伺い。発災だと。私に任せて。任せたまえ。水の精霊攻撃を引き受けるぞ。フレッシュだ。水の氷の槍。フリーズランカー。ドラミとなれ。報酬違けてカプチョル。こちらですよ。フリーズランカー。止める。水の力だよ。火の精霊術よ。俺の真骨だ。気ができた。この光景逃してはあるまい。炎よ、巻き込め。私が止めるよ。炎よ、水の精霊術。元に膝を打った。やれるぞ。ピエ。そうだ。
みんな、無事か？あ、だが、何度もこういうのが出てくると、ウォルランの元にたどり着く前の消耗が心配だな。またあの音。よほど我々の心変わりが心配らしい。律儀なことだ。辛いが、今は先に進むことに専念するんだ、アルフェン。わかってる。大丈夫か、シオン。ええ、ありがとう。まだ何が出てくるかわからない。無理するなよ。敵がいないかどうか見てくるわ。どうした？うん、なんか、なんだろう。あ？シオン、アルフェンにだけ、なんていうか、よそよそしいっていうか。そうか？いつもあんな感じだろ。そんなことない。助けた時はもっと。だったらあれだろ。ほら、そっくりなご先祖のこと。それもあるのかもしれないけど。気にしすぎじゃないのか？なんだよ。ううん、もういい。なんだよ、変なやつだな。来たぞ、ボルラン。その男の屍の前で今一度我が物となりに来たのか。貴様。兵を引かせた。一人でも勝つ自信があるということだ。なぜ俺をつけ狙う？お前の望みはスルドブリガに勝利することじゃないのか？俺の望み？俺は望みなどせぬ。すべては我が物。当然だ、貴様のしもだ。だが嬉しい。どういう意味だ。貴様には屈辱にまみれた人と関わってしまった。素晴らしい罪を扱って決めることはない。この手で切り刻めるのだ。これだけのためにシオンをさらい、人々を生き生きしたというのか。どうしよう。貴様には相当に困る。ふざけるな。ただ解放のため、俺はお前を倒す。ならば俺は貴様の屍の上に君臨しよう。だがその前に存分に楽しませるがいい。獲物か。任せたまえ。大地のもとに貴様と言うてんじゃん。治癒の必要。
この程度で終わるのか。
お前の負けだ、ボルラン。今すぐ外の奴隷を生贄にするのをやめろ。早く！負けだと？何？バカめが！これまでの鋭ぶりがは一体どうやらどこかに大嘘つきがいると見える。
今日は圧倒的に劣勢か。一度立てな。ヘルモンディ、落ち着いて対処しよう。これで終わりだ。風に乗る。押収地が崩れて風に乗る。さわらだ。押収地が崩れて風に乗る。押収地が崩れて我が来航を楽しめよ。行くわよ。相手になろう。まだよ。暗いわ。
ついに全部のマスターコアが揃ったわけか。これでどうすればいいんだ？
全てのマスターコアを一箇所に集めれば、その時点でレナス・アルマが誕生すると聞いている。じゃあ、あとはシオンのを置けばいいんだね。それで、茨からも解放されるのだな。どうなってるんだ？これだけじゃダメなのか？まさかこれすらも。アルフェン、後ろだ！お前は何？何なの？これは何だ？マスターコーが闇のマスターコアなのか？レナス・アルマとはダナのご属性ではなかったのか？それをどうする気だ！アルフェン！ギャー！カイス！アルフェン！始まったのだ。いつも君いた待ち続けた季節は何も言わず少しのリグレットと罪を包み込んで泣かないことを誓ったまま時は過ぎ痛む心に気がつかずに僕は一人になったが